はい、ご視聴ありがとうございます。ニコルです。今ですね、ハマレプから、帰ってきました。初めて、ハマレプ参加させていただいて、先週アクアリウム東京、参加させていただいて、今回1週間後に、ハマレプ行ったわけなんですけれども、今回初めて一人で、行って、車で1時間半ぐらい行ったんですが、すごい混んでて、すごい駐車場を探すところで手間取ったんですけれども、実際に、会場に入ってそんなことが吹き飛ぶぐらい、楽しめたイベントでした。今回も、YouTuber の、皆さんと写真を撮らせていただくことができて、本当にありがとうございました。伊豆の白輪園長にも、お会いすることができて、少しお話なんかも、できて非常に貴重な体験をさせていただきました。本当にありがとうございました。で今回のイベントでは、前回は特に購入品なしだったんですけれども、午後1時から4時半ぐらいまで、会場にいたんですが、ですね、購入品あります。一応グッズですとか、お迎えも、今回は、ありますので、そちらの紹介を、していければと思います。はい、では早速購入品の紹介なんですけれども、やっぱりね、イベントっていうことで、飼育用品がすごい安かったです。普段ホームセンターとか、ネットで買うよりもずいぶん安く購入することが、できたので、非常にそこはお得で良かったかなと、思いました。今回購入したのはですね、今うちで使っている飼育用品を一通り、こちらのレオパドライと、リクガメ用のリクガメフード、あとは、ベルツノガエル用の、こちらのフードを購入いたしました。あとはレオパに使っているカルシウムとビタミンの添加剤ですね、こちらも今回購入いたしました。でその他結構なんでしょう、ガチャガチャコーナーがすごい、イベント限定とかっていうのもあって、この辺に載せておければと思うんですが、2つだけやってみました。まだちょっと中身見てなくて、1つはもう出てきた瞬間から何が出たか分かっちゃうんですけど、リクガメ、ヒョウモンリクガメですかね、1回500円でした。部屋に飾りたいと思います。でもう1つがちょっと開けないとあれなんですけど、これイベント限定っていうので売ってて、ちょっと、クラゲの立体標本っていうんですかね、こういうのをちょっとやってみました。ただこれ説明書きみたいなのがちょっと全然ないんであれなんですけど、で、その他なんですが、ヒュドラケース、ケージですね、ちょっと前から気にはなってたんですけど、この小さいサイズ、15センチキューブなんですかね、かなり金額が安く、売られていたので、こちら、ワイルドモンスターさんで、購入をいたしました。お待ちかねのお迎えの生態なんですけれども、1年ぐらいかな、クレステッドゲッコーを、ちょっとずっと気になってまして、クレステッドゲッコーって、モルフっていう言い方はしないようなんですが、すごくね、模様の名前がおしゃれというかかっこいいっていうのと、ちょっと見た目の可愛さからずっと気になっていて、今回クレステッドゲッコーをお迎えしました。お迎え生態は久しぶりになるかと思うんですが、だいぶねアクアリウム東京から迷っていた中、非常にクオリティの高い子が、すごく格安の金額で売られていたので、お迎えさせていただきました。でクレステッドゲッコーについては、この辺にちょっとまだね、お迎えしたばかりで、一回休ませてあげたいので、状況だけこの辺に載せていければと思います。でかなり今回内容というかモルフ名でいいんですかね、一応エクストラハーレクイン
の、ゴルフ名での発売されて、販売されていた、クレセット月光になります。すごく白色がバチバチで、値段も安くて、非常に気に入ってます。一目惚れでした。で、今回選んでる時に一般の方から話しかけてもらって一緒に整体を選んだりとか、っていう場面もあって、すごく楽しくイベント参加させていただきました。やっぱりイベントシーズンに入ってて結構頻繁にいろんなところで開催されているので、今後も引き続きイベントには、機会があれば参加したいなと思いました。またクレセット月光の様子とか、その辺については別の動画で紹介できればと思いますので、今日の動画はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。